もう野営場に入ってるのかな。なんか道路っぽい？あ、じゃあそれ158じゃないか。キャンプ場管理の建物は見当たらないね。あ、管理はね、国道の反対貸し。あ、そうなんだ。うん、バンガローとか管理は158の向こう側だね。うん、普通の一般道はね、橋でね、川渡ってっから、うん、俺らは川渡らないと無理だから、うん、多分無理でしょう。うん、そうだね。これはっていうことは、このエネオスの手前で道路横断するしかないってことかな。人間用の橋ないからね、これ。あ、人間用のね、うん、この道路用の橋しかないから、これ渡らないとダメだ。うん、そうだね。この方向はなんかずいぶん水の流れる音が聞こえるから沢があるんだね、うん、深い谷になってるし、今どんな感じの場所ですかね。ん、今はここですね。あ、今そこにいるんですね。 ここをこっち、こうか、こうぶつかってるから、渡るのにはこの川渡んなきゃいけないんですよ、はいはい、だここ一回上がってって一般道を越えてこっちに行かないと。あ、なるほど。はい、っていうことはもう川渡れないということはもう、うん、この時点で左に、ま、向きを変えて、そうですね、道路を158を横断するしかないと。そうですね、うん、了解です。じゃあしばしスノーシューを履いたまま国道158号線を横断しましょう。カチャ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 言わせながら、カルガモが道路を横断するみたいな。そうですね、危ういものを感じますけど、手を挙げていきましょうね。あの親ガモの後についていきますんで、はい、で滑る道具。ソリって言った方がかっこいいと思うな。あ、そうね。ラッセルクロー行きます。どうぞ。深い。いや、周りが分かんないと、やっぱり近すぎんでしょ、これ。うん、しんどい。しんどい。Oh!
寒い。寒い寒い寒い。あっち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 。あっち。あっち。いいな、入ったかも。あっちあっち。いいっすね。すごい顔が立つ。あっちっちっち。全然。なん、潜水艦みてえに。なんですかそれ。変なあ、ドブログですかこれ。牛乳です。牛乳ですかこれ。うわー。はい、この平湯温泉の中でこの瓶詰め牛乳を飲んで三肌離さず牛乳を持ってきましたが、なんとこの方パンツを忘れてしまいました。これはちょっとまたですね、青木さんあたりにこれはもうレポート提出になろうかと思いますね。どうでしょうか。いや、パンツはねちゃんと持ってきてるんですけども、あの昨日入ったパンツだったんですよ。昨日のやつ間違えて入れてます。牛乳の方が優先だったってことですね。そうですね、そうしましょう。うわー、すごいな。うまいな俺。参った。こうさん。以上 KCC テレビジョンでした。